야. 어이. 야, 셉! 어래? わかった. 아리가타오고사. 이라쌰이. 졌다. 소우네. 아리가토. 야, 야, そうだな. 助かった. 日暮里の天光寺側に鎧武者の亡霊が出るって話がある。おそらくだが、マインド絡みのものだろう。 俺は別件で出てしまうので、この件は君たちだけで調査してほしい。大丈夫か？はい、そうか。だがもしも扉、今日それを見つけたら、決して君たちだけでは行動せず指示を待て。いいか？分かった。頑張ってね。 어이! 来てみたはいいけど、日暮里ってでかくね？天光寺側ってどこだよ？駅を出てすぐらしいんだけど、なんかこっち側って不気味だよね。いきなりお墓とかお寺ばかりだし。確かに、何か出てもおかしくない雰囲気だ。 うはー、地図で見ても寺と墓場ばっかりだな。まあ、そういう土地なんだろう。墓参りには便利かもしれないが、夜とか夕方はちょっと通りたくないな。 そうだな。レオ、雰囲気あるって言うだけにしておけ。大きなお寺があるし、昔ながらの作りって感じね。こんな場所に鎧武者の亡霊なんて出んのか？ 尾形さんからもらった資料だと、最近になって鎧武者を見たって噂が上がってるんだって。鎧武者ね、一体いつの時代なんだかな。人気もないし、聞き込みもできねえ。確かに。
そこに女の子がいるよ。あ、じゃあ、あの子に噂について知らないか、ちょっと聞いてくるぜ。おい、エロ、ちょっと待て。ああ、言っちゃった。ほんと何にも考えてないんだから。もしもし、そこを歩いてる彼女、うん、なんで戻ってくんのよ。いや、俺自信なくしてきた。無理。え、自信なんてあったの？そんな、ひでえこと言うな。もう、他に情報がないんだから、ちゃんと聞いてきてよね。ああ、はいはい、わかりましたよ。そこのお嬢さん、そこを歩いているメガネをかけた女子高生さん。はい、私のことでしょうか。よかった、やっと振り向いてくれた。私のことお呼びでしたか。あ、いや、さっきから声をかけてたんだけど、ずっと無視されてたんで。先ほどから聞こえていた言葉は私に向けられたものだったのですね。それはとても失礼なことを。本当に申し訳ありません。いや、そんな深々と頭を下げられても。参ったな。私に何か。さ、この辺で鎧武者を見たって噂、聞いたことないかな。鎧武者ですか。私、そういったことは何も。あ、ごめんな、突然変なこと言っちゃってさ。俺たちはただ、そう、都市伝説を集めてるだけだからさ、幽霊話じゃないんだけどね。ごめんなさい。私、本当に何も知らないんです。え、待って！もう一個聞きたいことが！何ですか？そう、怯えなくても、参ったな。え？嘘。え？俺は何も嘘ついてないけど。何？どうしたの？俺の顔、なんか変？いや。あ？どうかした？いや！え？あ、ちょっと！レオ、あんた何したのよ？知らないって！俺を見てあの子が勝手に、その、走って。何？どうしたんだ？あの子、俺の左手を見ていた。なんだと？あの子は俺の左手を見て、それで！どういうこと？あの子にはマインドが見えている。もしかしてマインド使いか？しずくちゃんみたいに見えてるだけの可能性だってあるよ。ああ、そうだな。とにかく話を聞こう。待って、俺たち怪しいものじゃないからさ、ちゃんと話を聞いてよ。これじゃ俺が変質者見たくなっちゃうって。誤解だよ。え、なんだよこれ。
鎧武者。これはマインド。とにかく早く倒して追いかけないと。仕掛けるぞ。頼むぞ。出番よ。これで決める。やってやる。何するの。くそ。逃げられると思うなよ。わからない。とにかくあの子に話を聞こう。そうね、あの子を探さないと。任せた。俺に任せろ。任せろって。おい、出ろ。勝手に一人で行くな。あの子、あれはマインドに疲れてる感じじゃなかった。きっとマインド使いだよ。さっきの鎧武者、きっとあの子のマインドだ。コントロールはできていないようだったけどな。じゃあ今は勝手にマインドが動いてるってこと？あの子を守るための防衛本能かもしれない。おい、何してんだよ。置いてくぞ。姫だ。あっちよ。またあの扉だ。強制神界ってことだな。あの子はこの中に。多分尾形さんに止められてるけど、行くしかねえよな。当たり前じゃない。よし。
お願い。レッドファイヤー。よし。仕掛けるぞ。まだだ。逃げるよ。行くぜ。出てこい。出番よ。まだやれる。それで消える。こいつは来るぜ。こいつは来るぜ。こいつは来るぜ。